はい、ウィチュン TV リゴサウンドスカイオーカッサーが、今回はですね、ナブーのパオンガコとなります。サイドミッションでキャラクター3体ですね、カイバーブロックが1個、パズルでカイバーブロックが20個ですね、シップが1機、そしてトライアルでカイバーブロックが1個ですね、合計で、カイバーブロック22個、シップが1機、キャラクターが2体となります。ただですね、今回ですね、これちょっと、いつもと違いまして、このパオンガコの中にですね、軍団シティというのがあります。ということでこのパオンガコではカイバーボルクが7個、そしてですね、この軍艦シティの中ではですね、あのバブルの都市ですね、バブルの都市、あれではですね、カイバーブロックが15個、そしてシップが1機、キャラクターが2体ということになります。それではですね、早速やっていきましょう。はい、着きましたね、ナブーのパオンガコですね。はい、それではやっていきましょう。パズルのですね、カイバーブロック1個目ですね、ナメキの塔ということになります。まあ、方向からですね、後ろですね、後ろの方に交代していきます。はい、そしていつもの通りですね、これはボックスを、まあ、積み重ねていくということなんですね。結構、まあ、高いですよね、カイバーブロックの高さが。ということで、あのボックスも高く積み上げるということになります。はい、今4つですか5つですか。はい、今回これでもうやっぱね、ちっちゃいキャラクターちょっと可愛いんでね、ちょっと使っていこうかなと。おー、パブフリックですね。はいはい、使っていきます。はい、やっていきます。はい、届くんでしょうか。はい、余裕で届きましたね。はい、頑張りましたね、フリックくん。はい、ということで次ですね、次はトライアルになります。トライアルですよ。カイバーブロックが2つ目ですね、軍艦グラップルということになります。聞こえました。はいはい、それでは進んでいきましょう。はい、移動はですね、大体2倍速にしてます。これね、グラップル服をですね、次々に引っ掛けて、進んでいくんですけども、まあ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 難しいです。2回ぐらいでまあクリアしましたかね。これのまあ、コツとしてはですね、早く方向をですね、視点切り替えをして、このグラップル服のマークを早く出すということですね。視点切り替えが要になってきます。はい、この視点切り替えですね。これをですね、明確に早く、そしてこのグラップルフックという表示を出して、そして、ボタンを押してですね、移動していくということですね。まあ、そんなに難しいこともないかなという感じです。はい、ゲットいたしました。ゴールドメダル。はい、次ですね、パズルのカイバーブロック3つ目、沼のキャンプの包囲攻撃ということになります。はい、進んでいきますけども、はい、ここちょっとバトルですね。これね、実際ね、私これちょっと戦いたかったので戦いましたけども、バトルしたかったりしましたけども、これは完全無視してもいいと思います。ですので、まあ全部スルーしてですね、まあ一番奥に行ってですね、まあカイバーブロックゲットしてもいいかなと思います。ただ、まあ、ゲームなんでね、これはこれでやった方が面白いかなとは思いますけどもね。はい、はい、ここですね、ここ。はい、これやっつけちゃって、もうボテボテしちゃってですね、それをもうここで思いっきり発散してですね、そして、進んでいきまして、ターミナルを扱います。はい、これいつもビクビクするやつですよね。記憶力が試されるというやつですね。嫌ですね、嫌ですね。はい、これで、カイバーブロック、クリアいたしました。次ですね、パズルのカイバーブロック4つ目、ブランチアウトとということになります。はい、こいつですね、これね、後から軍艦シティで、退治します。ですので、まあ、このぐらいで、勘弁して やりましょう。はい、簡単ですね。はい、 OK。 楽なものだ、本当ですね、楽なものでしたね。はい、パズルのカイバーブロック5つ目、パオンガのパドリングということになります。はい、これもですね、まあ面白かったですね。まあいつものようにですね、ボックスをこれ並べてね、このカイバーブロック、あれですね、あれを水面下にあるものをですね、まあゲットするというものなんですね。ですので、これなるべく遠くですね、これ綺麗に階段になりませんでしたね、いつもの通り。もう本当私これ下手くそなんですよ。で、やり直そうともしません。そのままいきます。もうゴリ押しですね。本当これね、やり直した方がいいんでしょうけど、はい、これでちょっと一回ね、まあ届くかなと思ってですね、これやったんですけども、はい、やっぱり、届きません。まあ操作も失敗してますし、失敗は二度と許されないという。
怖いな、ほんとぴったりのセリフを最近これ、言うようになったんですよね。はい、OK。 ほんとね、ふさわしい報酬でしたね。パズルのカイバーブロック6つ目、聖地の顔ということになります。はい、これちょっとね、奥に入ってってね、まあなんかな、像というのかな、モニュメントじゃねえな、これなんて言うんでしょう、なんなんでしょうこれね、何のためあるんでしょう。はい、でもあのボグウィングたちが像の光る歯を盗んでる。ああ、光る歯をね、巣に行けば見つかると思う。はい、ということで、巣をですね、ここにあります、上光ってます。これね、私がアップグレードして、なんかなんていうかな、アップグレードしてですね、そして表示させてるのか、もともとこうやって光るのか、それはちょっと私にはちょっと分かりません。はい、ですのでもし光ってなかったらですね、ちゃんとアップグレードしてください。アップグレードはですね、アイテム探知機、アイテム探知機ですね、これは全体のやつですね、一番上のメニューの一番上の項目になりますけども、アイテム探知機ですね、いや、アップグレードのメニューのアップグレードのところですね、それの一番上になると思いますけど、そこのですね、アイテム探知機っていうのを、ま、有効にしてください。はい、次ですね、次光っております。はい、上ですね、この辺、はい、今光っております。もうちょっとかすかでしたけどね、見えてるのは。もうちょっと下に行けば綺麗に見えるんですけども、はい怠け者なのではい、ここで、入れていきます。はい、カチッとな。はい、次ですね。これはね、湖じゃなかったんですね。ただの水たまりだったんですけど、私これね、湖だと思って、湖って死ぬと、入ると死ぬんですよ。ですので、こう避けてたら、あれって思って、これ、水たまりだと思ってですね、今も平気で、これ渡るようになってますけども。はい、出てきましたね。はい、これ、こいつ何のためあるんでしょうね、ここにね。なんかおもちゃも出てきましたけど、素晴らしいですね。はい、聖地の顔ということでした。パズルのカイバーブロック7つ目ですね、神殿の財宝ということになります。はい、頼もしいですね。はい、 OK。 はい、ここはですね、もう突き刺してですね、アクション、四角にですね、くり抜くという動作ですね。はい、それではですね、グレネードを投げます。グレネードはですね、ヴィランという、まあ、属性のキャラクターですね、がだいたいグレネードを投げれます。誰にも、面白いですね。はい、次ですね、サイドミッションですね。サイドミッション、キャラクター1体目ですね、 R2R2 ですね、スパチュラスペクタキュラーということになります。はい、ここからですね、ナブーの軍艦シティに入ります。先ほどまではパオンガ湖ですね、ここからナブーの軍艦シティになります。はい、ですね、はい、データログいただきましょう。はい、 OK。 はい、こいつですね、こいつをですね、まあ、見つけるというものなんですね。そしてですね、伝言を届けるということなんですけども、いろいろですね、また聞き込みですね、聞き込みから始まります。探してるのきっと違う軍団ね。軍団めったに太田軍が離れない。その軍団ここのどこかよ。はい、下の方にいましたね。はい、この人ですね。何？このメッセージ、ミーにはチンプンカンプンね。もう移動の方はですね、もう2倍速にしてます。というのもですね、やはり全体のですね、長さがですね、もうむちゃくちゃ長くなるので、もう本当に移動の時だけはちょっと早送りさせてください。本当ご了承ください、そこはですね。はい。はい、OK、ここにいます。失礼。ミーは今うるさいスラッグビートル、新しいハエ叩きで叩くので忙しい。そんな時間ないね。バイバイ。
はい、ミッションクリアいたしました。ということで R2R2 です。R2R2 ですね。はい、ゲットできました。解除ですね、解除できました。はい、次ですね、同じ場所ですね。ということで、まあいつものように、ボタンということで、ボタンといえばC3PO 系ですね。この系統のドロイドをですね、使います。はい、ということでボタンは3つ、はい、4つですともう1体使わなければいけないんですけど、まあ3つということで、これ踏んでもらいます。はい、 OK、 もう楽勝ですね。はい、 OK、 ターパルの財宝ということになりました。はい、次ですね、パズルのカイバーブロック9個目ですね。 U 頭いいと思ってるなということですね。はい、丸を押せばですね、名残すれば分離したものが合体できます。はい、ここですね、ここもう分かるわけないっていう場所です。分かるもうこういうその流れ出すところ何箇所あんの、ここもう分かるわけないじゃんっていうと場所です。はい、ということで、次ですね、もうカイバーブロック10個目ですね。ルゴルの報酬ということになります。はい、もうむちゃくちゃ難しいところもあれば、こういうもうむちゃくちゃ簡単なところもあるという、まあバランスがいいですよね、レゴね、本当に。はい、次ですね、パズルのカイバーブロック11個目、何これということになります。はい、皆さん この辺ですね、パワーセルがあるのでちょっと見ておいてください。あ、ちょっと奥ですね、奥こう超えたところ、超えたところ、こうパワーセル、まあ、右のところにあります。これありましたね、これ覚えておいてください。まあすぐ使います。今のはですね、ちょっとジャンプしながらですね、ジェットパックでジャンプしながらグラップル服を途中でポンと押すとことをするとですね、今のようにですね、掴むことができます。早く掴みたいときですね。はい、ここでパワーセルが1個ですね。そして先ほどですね、見つけたものですね、あれがいります。2箇所いるんですね。はい、ここに差し込みます。はい、先ほどのところですね、まあ偶然通ったので、まあ箱とかをですね破壊しようと思ってたんですけど、箱を壊す必要もなかったという、もう丸見えだったということですよね。はい、はい、ということです。はい、ゲットしていきましょう。オッケー、やめられないね。はい、次パズルのカイバーブロック13個ミーたちの家ということになります。今回ね、このね、あの題名、ミッションとかの題名なんですけども、パズルとかのね、なんかねあのジャージャンビンクスが言ってるような感じもあるんですけど、タイマンかなというのもありますけどね。もう賞金稼ぎの醍醐味、はいはい、醍醐味ですね。もうなんかね、ちょっともうちょっと真面目に書いてくれないから、ミーこれ好きですよ。もうどういうことなん、パズルのカイバーブロック14個、ミーこれ好きということになります。はい、これ、もう私もこれ好きですね、簡単すぎて、私これ好きです。はい、ということでパズルのカイバーブロック15個、太田軍団へようこそということになります。この絵ようこそというのは毎回ありますね、どの場所でもこれ毎回あります。まあ近くにあったりですね、まあ近くというのはもうあのスタート地点ですね、あの辺にあったり違うところにあったりですね、まあひょこっと出てきたりですね、いろいろあります。はい、これも簡単ですね。ミーこれ好き。はい、グレネード投げるだけ、オッケー、楽勝ですね、スキンとしますね。もうはっきりしてていいということで、パズルのカイバーブロック16個目、もういいえ、もういいえ、もうほらこんなんですよ、こんなんこんな題名ですよ。もうなんかほんと手抜きになってきましたね。はい、これ下降りてですね、ボタンを押すと、そして登っていくだけという
だけという話になります。もう登っていくだけです。はい、このね、軍艦シティはね、なんかね、意外と簡単だったんですよ。でもあのバブルが、この部屋ですね、バブルが同じようなバブルばっかりだったので、場所がよく分かりませんでしたね。はい、これパスワードを取得ですね、反乱軍の秘密の隠し場所ということになってます。そのですね、秘密の隠し場所のパスワードはですね、今からゲットしに行くというところですね。ほら、これ入り口も分かんないんですよ。ほらほらほら、もう、これや、これで、パスワード取得し取りに行ってんのに、またこれもう厳重ですよね。ほんとセキュリティ厳重です。もうここまですればもうほんとあっぱれです。あっぱれ。はい、 TC40 って、はい、パスワード取得いたしました。反乱軍の秘密の隠し場所、はい、OK。 もう秘密の隠し場所って言ってもですね、これね、バブルですからね、もう透明ですから、もう見え見えなんですけどね、まあそういうことはどうでもいいですね。はい、頭が回ってて面白いです。はい、ここですね。あ、これ、あ、すいません、これ難しかったです。軍艦シティ、これ難しいところありました。これ前、私ね、これ何回したかな、でここまではいいんですよ。ここまではここ、そして登ってって、ここからあのあれをゲットするの難しかったですね。1回決定ボタンを押して長押ししましょう。じゃないと長押しだけですと方向が定められません。ですので1回ちょっとジャンプして、ボタン1回ちょっとボタンを押して、ジャンプ少しジャンプして、ズンと飛んでいくようにしましょう。はい、これがコツです。はい、はい、ここが入り口ですね。入り口から右ですね、右の方からボタンを押していきましょう。はい、1回ですね。はい、次、はい、4回ですね。はい、3回ですね。はい、ということで、ドアが開きましたので、もらい行きましょう。取りに行きましょう。はい、 OK。 ほんと拾えないね、多分ね。はい、ということで、パズルのカイバーブロック19個目、軍画のガンということになります。はい、あそこカイバーブロックありますね。ということで、はい、シューティングですね。はい、そしてですね、これ場所移動しなければならないので結構難しいです。まあ最近ね、私もね、ちょっと腕を上げましたので、ほらほら、結構うまくいってるでしょ。結構うまいでしょ。ちょっと見てください。あ、ちょっとダメか、やっぱちょっとやっぱダメだったな。はい、はい、ダメでしたね。やっぱね、下手くそは下手くそのまんまですわ。はい、 OK、 ゲットしました。はい、嬉しいですね。はい、次、パズルのカイバーブロック20個目、ビッグバブルの報酬ということになります。はい、カイバーブロック、ここですね。はい、これね、これも難しかった。そういえばこれがね、やっぱ場所が分かんないですよ。あの周りに4つぐらいあるかな、あれ、あの光ってるコードみたいなやつ、これにある場所に行くだけなんですよ。行くだけなんです。ただね行き方がよく分かんないんですよ。あの道がなかったりしますから。ですので、それをですね、やっぱここに行くんだって決めてですね、ここに行くんだって決めて行くようにしてください。はい、そうしないとですね、わけ分からなくなります。私ね、これね、編集しなければならないので、最短距離で行かなければならないんですよ。だからある程度こう頭でシミュレーションしてこれ行ってるんですけど、はい、そうしないとですね、結構迷うことになると思います。これはね、はい、しっかりですね、それ見ながら、そしてこの入り口も分かんないんですよね。今は分かりましたけど、いつもこのバブルの入り口は分かんない。それでイライラするんです。はい、まあイライラするとね、ミトコンドリアの長寿細胞がですね、活性化しますけども、はい、まあわけわかんなこと言ってますけど、
ほら、わかんない。ほら、わかんない。これ、毎回ですよ。毎回、こう入り口わかんない。そしてね、やっぱりね、これ、操作するときに毎回、あの、キャラクター交代いるんですよね。ですので、まあ、もう、ほんと頻繁にですね、あの、大きいメニューを出さなきゃいけないんですよ。上だけではなんかこう、ならなかったりですね、するので、そこでまたストレスが、ガンと、ガンと、また来て、ほら、入り口わかんない。入り口わかんない。あ、ここはですね、マインドトリック。で、私これ1回2回目なんですけど、これマインドトリックね、ここでのしっかりですね話してください。この軍艦をしっかり話さないと、またこの上に立っちゃいます。その人立っちゃいますので、しっかり、話しましょう。もうあれならもう部屋の外に出しましょう。そうしないと、またこうキャラクター交代してる時にですね、またこの前に立ってしまいますんで、はい。はい、オッケー、ゲットいたしました。で、これね、こんだけ苦労して、海馬ブロック1個だけですよ。どう思います皆さん。もうほんと、もうちょっとなんかキャラクターかなんかくれやって思いますよ。それか、海馬ブロック5個ぐらいね。5個。5個ぐらい欲しいですよ。ほんと、1個じゃもう割り合わない。ほんとに合わない。はい、次。ごめんなさい、ごめんなさい。賞金稼ぎね。賞金稼ぎキャラクター変わりましょう。ババフェット、賞金稼ぎ、ジェットパック技師運び屋。ね。自己紹介も終わりましたんで、お願いしますね。ということで、サイドミッション、カイバーブロック22個目、ボグウィングのしくじりということになります。泳いだり、ボンゴに乗ったりできない。だから多分まだ町にいるはずよ。あの子たち、町を、はい、先ほどのですね、でっかい鳥ですね。鳥というか、抑揚というか、恐竜の、まあ、鳥みたいなやつ。ダウンは全然わかんない。ありましたよね。それの退治になります。捕まえようとしてるのか。あそこで一匹見たぞ。でもミーじゃ捕まえられない。アレルギーなんだ、クッション。はい、ということで、聞き込みはですね、彼が最後です。最後というか、最初で最後の一人ってやつで、そんな言い方でしたらなんか死んでしまうような感じになりますけども、一人だけです。あとはですね、もうこのボグウィングをですね探して、バンバン撃ってこう気絶させるだけですね。はんはんって言って取り来てもらいましょう。はい、皆さんもですね、このゲームするときに取り来てもらうときは、連絡するときははんはんって言いましょう。はい、次ですね、すぐ見つかるんですけども、はい、だいたい見つかります。すぐ見つかります。で、下に、左下にですね、地図も出ますので、それを参考にしながらやったらいいかなと思います。これ他のキャラクターではあんまりやったことないんですけども、ボバフェットでは、はあはあですもんね。他のキャラクターではどうなんでしょうね。ちょっと今度やってみますね。ただね、このボバフェットの方がこれが一番使いやすいんですよね。これもう遠いところもジェットパックで行けますし、このブラスターもですね、威力がいいんですよ。はい、そして喋、ることも多いです。はい、喋る何ていうかな、数も多いですし、かなり使いやすいんですよね。モグウィング全部捕まえた。あ、この会話もですねカットしております。長いので、はい、長いのですいません、それはご了承ください。意味のないことずっと喋れますもん、この人たち。もう入り口わかんないんですよね。これほらこんなので、もうこれ一周回ってますよ。ごきげんよう。私は C3PO、 ご用件をどうぞ。お役に立てる時が来たようです。R3PO っていう赤いのがいるじゃないですかね、ドロイドのね、赤いやつ。この C3PO の赤いやつですね。あれ悪態つくんですけど、こういった時にセリフがないんですよね。あれがちょっとやっぱ残念ですね。悪態ついてほしかったんですよ、この C3PO とこう対照的にですね。C3PO かなりもう礼儀正しいんですけども、あの赤いやつはですね、もうクズなんです。だから対照的にですね、もうちょっとね、セリフをちょっとつけてほしかったなと思います。はい、これね、
軍艦シティはですね、バブルの街なので、水の中なんですね。ですのでこのシップの交換できませんということで、これ後からですねパオンガコで、出したという映像ですね。はい、サイドミッションキャラクター3体目ですね。ボスナス消えた軍団ということになります。いいたち、いなくなった大使の行き先ユウに教える。ユウはみんなを見つけて家に帰す。できれば全員無事、ミーたち祈って。はい、消えた軍団ですね。はい、ということで、探しに行きます。これ3体ですね。ジャージャーピンクスもいましたけどね。例えのモスエスパですね。はい、着きました。ということで、探しに行きます。これ、道しるべありませんね。はい、皆さんこれ記憶してくださいね。まっすぐ行くだけです。途中で左にちょっと曲がります。ちょっと前にフルーツを盗んだ。無罪だって言ってるようだが、俺はあの顔を忘れちゃいない。名前もない。バーバージンクスなんだった。ジャージャービンクスと思いました。親戚なんでしょうね。はい、バーバーとジャージャー違いますよね、全然ね。いわゆる迷惑料ってやつだな。そんなの当然だ。はい、5000スタットですね。高いのか安いのか分かんないな。円としたら、まあ罰金5000円ということで、まあ安い方でしょうね。はい、言い訳を聞きましょう。言い訳です。ボスナスにタトゥーインがどれだけ法律に厳しいか。法律はどこの国でも厳しいわ。報告するよ。法律破ってない時も厳しいんだ。はい、次はジオノーシスですね。会話を聞かないという聞き込みを全然しないという、これ初めて見ましたよ。こんなの初めて見ましたよ。あ、まあ、刑務所だからこんなにちょっとセキュリティがまああれなのかな。ほらほら、もうこんなセリフ初めて聞きましたよ。まあね、ボバフェットは3体あるのかな、シリーズがですね。その中で違うんでしょうね、だいぶね。刑務所に入ったことは内緒だけど、きっと問題ないね。はい、コルサントですね。連邦管区に行きます。はい、連邦管区着きました。はい、ということで、急いで行きましょう。もうね、この移動時間はね、本当に皆さんにお見せするときはですね、ちょっとまあ無駄なんですね。こうやって道しるべで教えてくれますので、まあやらなければやらなくてもいいんですけども、やっぱりね、そういうわけにもね、こういった風景とかね、いろんなこう街並みとかやっぱ見てもらいたいなというのがありまして、ちょっと削除できないんですね。はい、助け求めています。やったらここから出れる？おーい、誰かいる？はい、この連邦確保された方はですね、ここ分かると思います。攻略された方はですね、これ分かります。これやりましたよね、バウンバウンですね。バウンバウン、バウンバウン取りに行きましょう。はい、これです。俺なんで毎回頭打つんだろう。俺ここで前もここで頭打ちましたからね。これヘルメットだから助かりましたよ、本当に。なかったらもう本当頭蓋骨骨折でも死んでますよ。本当危険なものをこういうところに置いとくな。まあ、危険だから置いてるんでしょうけど。はい、思考操作ですね。ジェダイマインドトリックですね。はい、それで自分で、飛んで上がりましょう。 OK。 ああ、助かった。お急ぎでボスナスに報告しなきゃ。コルサントの道には危ない穴いっぱいあるって。大使たち全員戻った。はい、ミッションクリアとなりました。会話だいぶはしょってますので、申し訳ございません。はい、ということでボスナスですね。ヒーローですね。属性ヒーローなんだこの人は。おお、10万スタット、かなりきますね。
ブーゴアナスって言うんだ。オータ軍がよりはるばる参上。サイドミッションでキャラクター3体ですね。カイバーブロックが1個、パズルでカイバーブロック21個、シップが1機、合計でカイバーブロック22個、キャラクター2台、シップが1機、完全攻略しております。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。役に立ったかなと思った方、そしてですね、参考になったなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね。